はい、始まりました。もちつチャンネル。さあ、今回はですね、はい、トイックじゃねえ。トイック公式問題集11、はい、出ましたので、こちらを使ってですね、はい、トイック満点講師、選択肢だけで一体何問正解できるのかっていうのをやっていきたいと思いますね。まあ、やってきてはいるんですけども、まあ、公式の7とかでね、やったりもしたんですけども、トイツにはね、トイック満点80何回とかだったけど、はい、今もう100回超えてますから、はい、その100回超えてるトイック満点講師がやったらですね、どうなるのかっていうのを見ていきたいと思います。で、一つね、すごく気になるポイントというのがあって、それは何なのかっていうと、実はトイックめっちゃむずくなってるわけですよ。ね、その当時の7とかより全然むずい。で、難しくなっている理由の一つとして、選択肢とか設問ってもうね、見ただけでいっぱいわかるんですよ。ああ、もうこのパターンだな、どうせこれが正解だなっていうのが、で、だんだんそれがね、できなくなってきてるんですよ、実際のその公開テストやるとね。だからもしかしたら公式11もそういう風になってるのかもしれないわけですよ。我々講師たち、我々トイックオタクたちを倒しにかかっている可能性があるわけですね。なんでそれがどうなのか見ていきたいと思います。はい、ではパート5のね、問題をやっていくわけですけどね、短文の穴埋めなんですけど、で、今までの正答率を見てても、一番最初にやった時が7割いってるんですよ。で、2回目にやった時が5割なんですね。そう、下がってるんですよ。やっぱ難しくなってるなっていうのがね、わかるわけですね、それだけでもね。なんでちょっと今回やってみてどうなのか検証していきたいと思います。11のテスト1ですね。設問を見えてはいけないので、隠しながらですね、選択肢だけでいきます。はい、1番、例えばですね、1、plan、plans、planner、planning っていう風になっているんで、まあ、もう厄介ですよね。名詞なのか動詞なのかを判断できないわけですよ。もし動詞だったらね、原形なのか現在形で複数なのか、それとも三人称単数形の S を入れるのか、ね、名詞だったらね、plan、単数、plans、複数、planner、人の単数、planning、ing 形、動名詞ってやつですね。で、可能性として高いのは B の plans かD のプランニングです。三人称単数の S つけるっていう問題か、最近よく出てくる動名詞的なやつですね。で、C が一番正解になりにくいです。人を表すやつってあんま正解にならない。で、大体あがついてないからって言って正解、プランニングとかね。そうなるのが多いんですけど、どっちかな。ただ一問目なんでレベルがそんな高くないのが来ると思うんで、プランズでいきます。はい、B でいきます。続いて、deliver a report send なんで、まあ、いわゆる語彙問題ですね。いや、こりゃわからんわ。どれも正解になるわ。一番なりやすいのは report かな。いや、でもこれはわからない。どれも正解になるよく。次、differ, different, difference, differently。うわぁ。まあ、無難に different とか正解になりやすいかな。difference, differently。よくさ、ly がつくと正解になりやすいとかって言われるけど、最近はそうでもないんでね。次は前置詞問題か。against, near, info。これはまあまあ、near が圧倒的に正解にはなりやすいんだけど、でも for かな。あのね、前半部分、だいぶ最初の方に前置詞問題が来るときって、4の確率が一番高いんですよ、ちなみに前置詞の中で。知ってました？はい。次、he, him, his, himself ですね。はい。まあ、所有格が一番来やすいから C。やべえ、B、C 多いな。こんな風になるかな。はい。続いて106番、if, while, whether, but。あー、全部接続詞か。うわー、遠い接続詞が1個だからってなる？いや、でもなりやすいのは while だから while にしとこうかな。また B になっちゃった。次、actively, active, activate, activity は、まあ、actively じゃない？ actively なんとかっていう動詞が来てることが多いね。108、since, from, where, between。うわ、わからん。between A and B。いやー、でも since の可能性も高いんだよね、こいつね。接続詞も前置詞も両方いけるから。はい、次。shortly, highly, mainly, greatly。shortly と highly は結構正解になりやすい。shortly かな。次、appoint, appointed.Appointing appointments. Appoint の形か。Appointments かな。Appointed か Appointments だと思うな。次。Very, such, quite, most か。あー。うわー。Quite good, very good. Quite と very は似てるから、あんまり、わけ、あー、でも語順が違うか。Such だと思う。うん、次。Effect, effects, effective, effective. いや、これよくあるやつですね。Effective かな、うん。形容詞。次、as long as the result of depending on together with, うわー、前置詞とか接続詞とか混ざってるやつか、まあ、together with
が最近は出てはいるんだよね。アズロンガーズが一番正解になりやすい。でもトゥギャダーウィズも最近出てる。でもまあいや一応で、アズロンガーズでいこう。 Reminded, Accepted, Required, Committed、 どれも正解になりますね。はい、いやー全部正解になる。よく Required わからん。これは Continuous, Continue, Continue, Continuously。 いやでも Continued、 いや Continuous、 いや Continuous と Continued の違いを通ってたらかなりむずいな。いや副詞にしよう。さあ半分終わりました。次 during, until, around, throughout。 throughout が、いやでも until も正解になるな。よくあの、まあ、throughout かな。 throughout ここ最近よく正解になってる。次 frequency、 frequently、 frequenting、 frequently。 まあこれは frequently が圧倒的に正解になりやすい。 locating、 somewhere、 removed、 especially。 あこれ全然違うぞ。なんじゃこれっていうね。これが最近のトイックにあるパターンですね。昔はなかった somewhere、 最近出るパターン。あーでも especially も正解になりやすいな。次 breach、 contract、 secret、 reminder、 reminder かな。次 clear、 clearest、 clears、 clearly。 あー非核級じゃないかな。でも最上級の可能性もあるな。次 enthusiasm か。 enthusiasm、 enthusiast、 enthusiastic、 enthusiastically。 選択肢としてはよく並ぶパターンですね。ショーの目的語の enthusiasm かな。ただ enthusiastically 何々っていうのもよく出るんだよね。 generously、 famously、 extremely、 suspiciously。 うわー extremely と generously が出やすい。 extremely。 次 whereas、 when、 although、 at。 うわ前置詞が1個だったら at は正解だよね。although と whereas は似てるから絞れないと思うんだよね。 at もしくは when の後ろに ing 来てるとかかな。そうだよな。いやー ing じゃない取るんだったら。じゃあ when の後ろに、それだったら whereas、 although とは違うよ見せられるもんね。次 rate、 surplus、 factor、 profit。 これは分からんな。 rate、 surplus、 factor、 factor、 rate じゃない一番でも正解になるのは。Sizable, contrast, plentiful, much。 これむずい。 Sizable amount, contrast times とかだよね。複数形が来て contrast じゃないかな。次 less, whose, which, both。 うわー最近 whose がよく出るね。つまり後ろに名詞が来てるんだよねこれ空所の。次 before, instead, likewise, consequently。 instead は来ない絶対。 likewise, consequently、 これだって全部接続副詞だから before でしょ。全文があるわけないからこれはわかるでしょ。選択肢で判断できる。 appear, resemble, visualize, express。 うわーむず express かな。一番正解になるんじゃないこれが。 luxury、 何そんな単語。 luxuriously, luxuries, luxurious。 これ luxury がないんだよってことは luxurious なんじゃない。 luxury だと正解になっちゃうからどかしてんでしょ。こういうのよくありますよ。これも入れたら正解になっちゃうからって言って選択肢から省かれてるってやつ、ね、はい。じゃあ最後ですね。 reported、 insignificant、 uncertain、 overlooked。 最後の問題だけ難しいの来てないのかな。 insignificant かな。はい終わりました。では答え合わせしていきますか。何パーセント取れたのかな。ではいきますね。101プランツ、ほら正解じゃん。これね、動詞の3人称当たった。次ああ外れですね。3番目も外れですね。 different じゃなかった。4正解。ほらね言ったでしょ。次ああ所有格じゃなかったかん。ギガ B ワイル、お正解見抜きましたね、うん、107A 合ってる。アクティブリー合ってますね。次ああ言ったよね、可能性としてあるって。ああ次も違う。アポイントメント正解。はいやっぱ一番多いよね。ああエフェクト、はいやっぱりね、エフェクティブが一番正解になりやすい。アズロンガズオッケー、はい一番正解になりやすい。ああ次はめっちゃ簡単なやつ。コンティニュースリー違うか。あそっか。フリケティ正解。サムエオッケー来た。これ最近ね正解になりやすい。エンツーディアズムオッケー正解。エクストリームオー正解。ウェンお来た。 ING 取ってるしちゃんと。ああなるほど。カウントレスが来てほら複数形ほら正解。ああこっちかー。なるほど。オッケー。ビフォーもほら推測通りですね。ああそうかこっちか。当たった形容詞じゃん。ああ違ったか。とほらでもね推測した推理したのは結構当たってるじゃん。やっぱりこの選択肢の並びでこれしか正解にならないとか、これかこれかの引っ掛け的なやつだろうとかね、予想で当たっていて逆に外れていて、あそっかだからこっちが正解なんだみたいなのもありましたね。そうなんですよ、選択肢が置けないのってあるんですよ。こいつがいたらこの選択肢は置けないっていうのが実はあるので、それで結構推測できちゃうんですよ。はい何問できたのか見てみますよ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20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 ,
ちょうど半分ということで30問中15問正解ということでございました。はい、なるほどね。結構苦戦したな。ただまあ初公開の情報、初めてね、誰も知らなかったかもしれないねことも言うことできたんで、これちょっと役立ったかもしれないですね。ぜひともこれを見て役立ったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、まあレビュー自体は、はい、絶対やります。公式問題集もね、はい、やりますので、そちらもお待ちください。まだちょっとね、今忙しくて夏期講習中で結構大変なんですが、なんとか頑張ろうと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。